こんにちは、Gです。今回はマンジャローとエンデバーの違いのお話。マンジャローとエンデバーはアーチ系ディストロであり、いわば兄弟の関係。ディストロウォッチでは常に上位にいる人気ディストロです。どちらがいいかはご利用になる皆さん自身の判断ですが、どう違うのかについて解説していきます。マンジャロから始めます。画面はマンジャロの公式サイトです。ダウンロードをクリックし、アームを選んでデバイスオプションズからラズベリーパイを選択。好きなデスクトップ環境を選んでダウンロードできます。ここでは KDE プラズマを選んでいます。ダウンロードが終わったらレッチャーで SD に焼きます。次はエンデバーです。従来のインストール方法はちょっと面倒だったんですが、新しくアームイメージが用意されました。当然導入が簡単になるはずなので、こちらを試します。画面のサイトからアーム版のイメージを入手します。スクロールして DD イメージ R パイデートのアセッツからアーム版の DD イメージをダウンロード。アーム版の日付がやや古いですが、ダウンロードが終わったらレッチャーで SD に焼きます。従来の方法は画面の公式サイトから ISO ファイルをダウンロードします。 ISO ファイルは当然ラズパイでは起動できません。そこでこのファイルをレッチャーで SD ではなく USB に焼いて、適当な PC からブートメニューを使って起動。ウェルカムウィンドウ内のARM イメージインストーラーをクリック。ラズベリーパイを選び、ハードリーダーのデバイス名を指定します。事例では SD デバイスは SDD なので、画面のようにタイプ。インストーラーが SD に書き込まれます。この方法はアルテミスノバまではうまく動作していましたが、最新版カッシーニノバでは SD が起動でこけるトラブルがあります。したがって前述の ARM イメージの利用をおすすめします。マンジャロから始めます。 SD を挿してラズパイを起動します。画面のように初期設定画面が表示されますので、日本語、アジア、東京、ジャパニーズデフォルトキーボードを選びます。ユーザー名とパスワードをタイプして終わり。ゆっくりやっても1分ほどですね。再起動後の画面です。ウェイランドで起動していますね。パスワードをタイプしてログインします。アップデートの案内があるのでクリックして最新版に更新しておきましょう。以上で使える状態になっています。あと、日本語入力設定とオーバークロックをやるんですが、過去動画で繰り返しご案内していますので、今回はご紹介をパス。ただし詳細欄に手順は書いておきます。再起動後のシステム情報です。続いてエンデバーです。
アーム版イメージは初めてですね。 SD をラズパイに挿して起動。画面のように初期設定画面が表示されますので、日本語、アジア、東京、ジャパニーズデフォルトキーボードを選びます。ユーザー名とパスワードをタイプして終わりなんですが、なぜか初期設定というかインストールには異常に時間がかかります。初めの10分ほどは変化がないのでエラーかと心配しますが、15分ほどで初期設定は終わります。日本語入力設定とオーバークロックなどは適当にやっておきます。エンデバーも再起動後のシステム情報を取っておきます。エンデバーについては最小限のソフト構成で ISO ファイルを軽量化していると言われていますが、ラズパイ版の場合はマンジャロの方が標準アプリは少ないです。最初はマルチメディアプレイヤーについて見てみます。マンジャロにインストールされているのはMPV メディアプレイヤーだけです。エンデバーにはドラゴンプレイヤーと VLC が入っています。ただドラゴンプレイヤーはエンデバーだけでなく多くのディストロでうまく動作しません。おそらく設定に不足があるんだと思いますが、ドラゴンプレイヤーである必要がないので他のプレイヤーに入れ替えればいいと思います。また VLC はエイザという音楽プレイヤーとのバンドルで追加されているようです。エイザは動作はしますが音楽プレイヤーとしておすすめできるものではありません。PC 版エンデバーでは少し様子が異なります。ドラゴンプレイヤーはなく、VLC だけになっています。また、エリザもありませんね。次にユーティリティを見ていきます。ケイトとそのサブセットであるケイライトはマンジャロ、エンデバー両方に含まれています。エンデバーにはさらにテキストエディターも用意されています。これ機能がKライトと被るんでいらないと思います。次は設定です。エンデバーに高度なネットワーク設定というアプリが付属しています。通常ネットワーク設定は KDE システム設定で行うんですが、比較してみたんですがこれいらないでしょう。どこが高度なんですかね。続いてラズパイではなく PC 版の話です。オフィスフォルダーにオンリーオフィスデスクトップエディターズがあります。マンジャロ、エンデバーともにあったんですが、エンデバーでは最新版カッシーニノバで消えてしまいました。このアプリすごくいいんですけどね。だったらと調べてみたら、公式リポジトリはなくなって AUR で残ってました。なんだそれ、ローリングリリースなのにね。
ちなみにマンジャロではこのアプリは公式リポジトリにあります。 PC 版の話をもう一つ。私ブラウザーは環境を問わずできるだけブレイブを使用しています。マンジャロでは公式リポジトリからインストールできるので以前より上用しています。エンデバーでも一応ちゃんと動作していますが AUR 版なのでアップデートには注意が必要ですね。エンデバーでは EA が標準実装されています。マンジャロでは画面のようにインストールできます。マンジャロ由来のソフトとしてパマックという最強のパッケージ管理ソフトがあります。まあソフトウェアの追加と削除のことですけどね。エンデバーにも AUR 版があって画面のようにタイプすればビルドしてインストールできます。エンデバーに限らずアーチ系でパマックを公式サポートすればいいのにと思います。マンジャロは独自のリポジトリを持っています。アーチ Linux のメインリポジトリを受け取った後テストして安定的と評価してから自身のリポジトリを更新してユーザーがアップデートできるようになります。このためアーチのアップデートがマンジャロでは反映されるまで数日から数週間遅れることになります。ユーザーの体感としては大きめのアップデートが時々やってくる感じ。エンデバー OS は独自のリポジトリは持たずアーチ Linux のメインリポジトリに依存しています。したがってエンデバーのアップデートは毎日のようにあります。言い換えればエンデバー OS はアーチ Linux に近い思想であることを優先しています。マンジャロはアーチ系でありながらも汎用 OS であることを目指していると言えます。まとめです。マンジャロとエンデバーの比較ということで、導入から標準アプリ、パッケージマネージャーの違いなどについてお話ししました。ディストロウォッチではエンデバーが2位、マンジャロが4位、これがほぼ定位置になっています。私もいずれの OS も常用しているんですが、以前からも言っているようにエンデバーの評価が高い理由がわからない。ちなみにマンジャロは2011年にデビュー、エンデバーのデビューは2019年ですから、評価が固まるほどの時間は経ってないように思います。今回細かく比較してエンデバーの標準アプリの選択センスが悪いことにも気がつきました。早々と KDE をアップデートしているのに PC 版では X11 起動が標準のまま、どこへ行こうとしているのかわからないな。ご覧いただきありがとうございました。統一地方選で知事選があるんですが、保守分裂の混戦だそうです。ただ今回の候補予定者の顔ぶれがひどい。仲間内の話なんですが、あいつの実績は何なんだ、国会で今まで何やってたんだ、誰も
答えがない。しばらくして重鎮が口を開き、不倫かな、2回いや3回だったかな、いやいや迷惑だから選挙出るなよな。ではまた次回。